藤村大輔は、熊本県熊本市中央区出身の元プロ、野球選手、プロ野球コーチ。宇藤左だ。熊本市立女性小学校の4年次より、軟式野球を始める。5年次に、熊本市立拓馬東小学校に転校。熊本市立二岡中学校在学時は、公式野球の熊本南リトルシニアに在籍し三類種、右翼種として、活躍。 全国大会に3度出場する。熊本工業高校では2年時の夏からレギュラーに定着、2005年夏、6年夏、7年春に甲子園出場を果たす。2007年度の高校生ドラフトで佐藤祐樹の抽選に外れた読売ジャイアンツから一巡目で指名を受け、11月8日に契約金7500万円、年俸600万円で仮契約。背番号は 54で、これには、同高校 OB の大型光一を超えてほしい、という原達則監督の期待が込められた。藤村は、小型先輩を超えられるように頑張り、将来は、盗塁王のタイトルを取りたいとコメントした。2008年は、内野手登録ながら2軍の外野手不足のため、公式戦初出場となった6月1日の2、軍戦は、中堅手として、スタメン出場した。 前年12月に右足首を捻挫したためで遅れたが2軍で外野手、二塁手、遊撃手として38試合に出場61打数19安打で打率3116打点3盗塁の成績を残した2009年はイースタンリーグで64試合に出場152打数42安打で打率2769打点 10盗塁の成績を残した。2010年はイースタンリーグで84試合に出場。277打数78安打で打率。282、11打点、17盗塁の成績を残した。7月にはフレッシュオールスターゲームに1番2塁で先発フル出場。周期キャンプでは原辰則監督から巨人を背負って立つ素材と期待をかけられた。 2011年もファームで開幕を迎えるが、5月10日に一軍昇格し、同日の横浜ベイスターズ戦でプロ初出場。5月13日の広島東洋カープ戦で、初のスタメン出場を果たし、初投類を記録。14日の広島戦では、プロ初安打を記録した。以降は、脇谷両太に代わる二類種のレギュラーに定着。10月11日の阪神戦では、 さよなら二塁打を放った。目標とした30投類には届かなかったが、28投類で自身初の投類王を獲得。巨人の選手が投類王になるのは1993年の大型、高一以来18年ぶり。また、2007年度ドラフト入団選手及び、平成生まれとしては初めて一軍で、個人タイトルを獲得した選手となった。 レギュラーシーズン終了後、クライマックスシリーズに備えた宮崎合宿で払いたを訴え離脱。急性中水炎と診断され、手術を受けた。オフには、背番号が例に変更になった。2012年は年明けに、安倍晋之助主催のグアムでの自主トレに参加。自身初となる、開幕一軍入りを果たしたものの、二類種の定位置を失い、 寺内隆之や古城茂之と併用された。また、前年の盗塁王でありながら、5月8日の横浜戦では、さよならの場面で大走に鈴木直弘が送られた。シーズン終盤になると調子を取り戻し、9月以降は、ほぼすべての試合に2番、2塁でスタメン出場した。前年より、打席数は減ったものの、前年を上回る打率。 252を記録した反面、投塁数14、投塁成功率、667は、共に前年を下回った。中日との CS ファイナルステージでは、第1.2戦に、2番、2塁で、先発出場。しかし、第3戦以降は下面を外れ、日本ハムとの日本シリーズでもベンチを温めた。チームは、日本一になったものの、藤村は、 プレイオフ合計で10打数無安打、日本シリーズ第4戦では、サヨナラ負けにつながるエラーを犯した。2013年は、怪我から復活した、脇谷良太に押し出され2軍スタート。5月10日に1軍に昇格するも、短期間での2軍落ちと再昇格を繰り返す。春季キャンプで原監督から、打撃指導を受け、安倍晋之助のように足を上げるフォームも試したが、打率。 191、4投類に終わる。契約公開後、打撃でアピールできなかったことが一番足りなかったとシーズンを振り返った。2015年は2011年の1、軍デビュー以来初の1軍出場なしに終わった。2軍では32試合に出場して打率、284の成績だった。2016年7月9日に2年ぶりに1軍。 登録され7月10日には2番2類種でスタメン出場も果たしたが、計5試合の出場に終わり、アンダを放つことはできず、7月30日に登録抹消。シーズン終了後の11月14日、ドラフト1位で入団する吉川直樹が例を使用することとなったため、背番号を57に変更することとなった。2017年には、 に軍公式戦104試合に出場。打率284、1本塁打、20打点、10盗塁を記録したが、2年ぶりに1、軍公式戦への出場機会がなかった。10月7日付で、北徳と共に、球団から戦力外通告を受けたことから、14日に現役引退を表明。巨人の球団職員に転身。二千十八年、球団が運営する。 ジャイアンツアカデミーで北と共にコーチを務める。2019年、同球団のファーム守備総類コーチに就任。日本プロ野球全球団の一点に、三軍を通じて、史上初となる平成生まれのコーチングスタッフが誕生した。2020年は三軍内野守備総類コーチを務めた。シーズン終了後に退任した。2021年からは、 球団のファン事業部に所属し、ファンサービスに関する業務を担当する。50メートル5.8秒、一塁到達3.80秒の瞬速を武器とするスピードスター。二塁守備では、敏少なクイックスローを持ち味とするが、早球は弱く安定感に欠け、2012年には、守備イニング500以上の二塁守で、リーグワースト3位のザーマイナス2.2を喫した。遊劇手。 三塁手としてもプレーしている。二軍では中堅手として起用されたこともあり、二0十四年シーズンの開幕前には外野手としての練習も行っており、五月十六日の広島戦では一軍で初めて中堅手として先発出場した。愛称はピノ、ピノ村、ピノ村。ジップの藤村樹生も俊速の一番打者として鳴らし、九州学院高校時代に 第52回選抜高等学校野球大会に出場している。熊本校の先輩にあたる伊藤つとむは、九州学院選で藤村の父の盗塁を封じるために外野手から保守にコンバートされた経緯がある。三人兄弟の次男、女子プロゴルファーの小上穂とは鳩子にあたり、卒業した小学校と中学校が同じである。小学生時代に書いた作文で、 将来の夢に、巨人に、ドラフト1位で入って、投類王と本塁打を取ることを挙げていたという。実際には、一軍公式戦で、本塁打を一本も放てなかったが、残りの夢をすべて実現させている。母校及び、巨人の OB で、投類王経験者の小形光一にちなんで、小形二世とも呼ばれる。好きな選手には、川崎宗則を挙げている。 TV 番組で語るとこによると好物はエビ。寿司や天ぷらでもエビばかり注文してしまうとのこと。一学年後輩の橋本いたると仲が良く、よく二人で食事などに行くという。ありがとうございます。